おはよう。でーた。食卓を見る。ウニ。どうやったらチャーハンにできる？ああ、今度は無理にチャーハンしてない感じか。ねえ、しなくていいんじゃない？そのままで。さすがに下ごしらえとか。ああ、そう書くんだ。へえ。難しい。難しいね。かわいいから。かわいい。え？ウニ、かわいい。なかなか斬新な。梅ちゃんの言葉が届いたのか、ウニはトゲをウニウニと動かしている。ウニ、かわいい。でも、美味しいよね。ウニ。いや、そんな信じられないものを見るような目で。いや、ごめんって。朝ごはんどうする？カップうどん。カップうどんか。まだ残ってるの。それでまたしても不健康そうな食事になった。さて、7月の30日午後ですね。役場通り。今度は会えるかな、ちゃんと。それは本当かい？お？耳に飛び込んできた声に足を止める。この声は、おう、元気そうな、いい笑顔ですね。あれ？これもさっき見た？意識が島のおばあちゃんと話をしていた。例の鬼の伝承探しかな？相変わらず手振り身振りで、身振り手振りを交えてわちゃわちゃしている。おばあちゃんもまるで孫を見るような優しい笑顔だ。やけに興奮している。例の鬼に関する情報でも手に入れたのだろうか。ありがとう、恩に着るよ。話を終えたしきがこちらを振り返る。またその反応。目が合う。まずい。この前の反応からしてまた泣いて逃げ出されるかもしれない。はい、リク。あれ？目、あ、これなんて読むんだっけ。ちょっとすいませんね。これでまばゆいって読むんですね。初めて知った。そうなんだ。まばゆい笑顔でこちらに向かってダッシュしてきた。予想外の展開だったね。やーやー、おう、ほんとちょうどいいところに現れてくれたぜ。え？この喜びをぜひ誰かと分かち合いたかったんだ。そうなの？よう、やけにフレンドリーだ。逆に怖いね。何を企んでるのか。喜びって何があった？鬼の話さ。この島の鬼の話を聞けたんだ。あったんだ。へえ。さっきまでシキが話していたのは島のご老人。やっぱりこういった伝承や昔話といったものはお年寄りの方が知っているものなんだな。どんな話なんだ？聞いて驚いてくれ。ん？なんとこの島には今も鬼がいるんだ。え？はあ。今も？今もさ。今も？ほう。あれ？反応が薄いね。いや、わかってるぜ。本当に驚いた時は人間感覚が麻痺して反応が乏しくなるものだ。いや、まあ驚くとしてもね、にわかに信じられないほどに。これは結構秘密の話らしいんだ。なんでそんな秘密をシキが聞けたんだ？最初に僕が鬼だって秘密を打ち明けたからさ。え？本当なの？チラリとおばあちゃんの方を見る。おばあちゃんは静かにしっかりとうなずいてくれた。俺も答えるようにうなずいた。なるほど。なんて優しい島なんだろうな。よかったな。仲間がいるなんて嬉しい。ごさんさ、そうだな、会えるといいな。何を言ってるのさ、ハイリ君。この島にいるってことは会えるってことさ。そうだな、ハイリ君。いや、どうしてそんな優しい目をするんだい？とんでもないね。普通の顔のつもりだったけど、おかしいな。まあまあ、でもね、
あるといいよな。またその目。お願いだからその目はやめてくれないか。いや、君にその目で見つめられると痛むんだこの胸が。ごめん、でもいいな。その目を、その目をやめてくれと言っているじゃないか。鬼にも心はあるのかな。14歳ってさ、無限の可能性を体現してるよ。それに比べ17歳の俺はつまらない大人になったもんだぜ。痛いよ。胸が、心が痛い。さすがにやりすぎたか、ハイリー。大丈夫大丈夫、俺はお前の理解者だ。嘘だ。嘘だ。おお、そうですね。その目は理解している者の目じゃないぜ。いやほらね、そうやって理解者に噛みついてしまうところというか、それも理解してる。理解の深度が怖い。鬼、この島にいてくれてよかったな。離れた場所にいるおばあさんをチラ見しながら言う。おばあさんは目を閉じてまたゆっくりとうなずいてくれた。でもシキは泣きそうな顔になっていた。毎回それで泣くんだね。いや、泣いた。ハイリ君の鬼。嘘つき鬼。すげえ声。ハイリ君の鬼。嘘つき鬼。そんなに。ああ、ダッシュで逃げるシキの背中を俺は変わらず優しい目で見送った。いつの日かお前にも来るさ、その病から目覚める時が。お兄ちゃんや。あ、はい。さっきまでシキと話していたおばあちゃんだ。お兄ちゃんは鬼なんかい？そうね。いや、ねえ、さすがに。でもあの子、あんたんこと鬼だって言いよったよ。言葉のあやってやつですよ。もしくはあの子には感じられるのかもしれない。俺の中に眠る獣の気配ってやつをね。お兄ちゃん、何を言ってるのかの。やっぱそうなるのか。何を言ってるんでしょうね。おかしいな、もう卒業したはずなんだけど。式に感化されたか。お兄ちゃんも島の鬼には気つけてな。まあ、はい、気をつけて。ん？何かの？鬼って本当にいるの？お、島の鬼とか言いませんでした？いたよ。この島には4匹の鬼がおるでの。あれ？4匹？いや、4人の神と呼ぶべきかの。神？お？ハイリーの好きな単語が並んできたか。4人の神、指針、え、あ、四天王スクワット、え、違うか。やばい、ますますワクワクが止まらなくなってきた。お兄ちゃん、こういうの好きそうじゃの。いや、まあね、そんな卒業して、地中の神が、はあ、ふんぬ、見事に反応しとるの。なるほどね、ワクワクが止まらないね。その言葉のチョイスは分かってって言ってますよね。おいじゃあの、このおばあちゃん魔女だったりしない？大丈夫？怖いな。ワクワクさせるだけさせておいて、おばあちゃんは去っていった。あの人は一体何者なんだ。本当だよ。そして指針とは、鳥城島、まさかのミステリアスアイランド。まあミステリアスはいっぱいあるよな、この島。お兄ちゃん、漫画化して。漫画ね。のいちごでいい。のいちごでいい。なんで知ってんの。カバンの奥に隠してるの見えた。目ざといね。先に言っとくと、あの漫画は学校の友達から借りたもの。そう、借りたものだから。うん、見して。おう。
うみちゃんには早いと思うけど、他のにしておかない？平気。面白い漫画に年齢関係ないもん。そうは言っても、ああまあそっか、女の子は早熟っていうし、いっか、いいのかな。ありがとう。畳に座って漫画を開く。ここで読むの？うん。おお。ダメ？いやー、いいけど。はわわ。この漫画。ん？エロい。おお。そっか。エロい！お兄ちゃんのエロ！ちょっと待って、京子さんに聞かれたらまずい。ちょっと、海ちゃん、声大きい。ちょっと待って。ハイリ君、あー、何かしたの？違うんですって。だから今回ばっかりは京子さん誤解なんです。誤解されるような。違います。したの？いや、決して。お兄ちゃんのエラー。終わった。あーあーちょっと、あーあー言っちゃった。ハイリ君、ちょっと説明してくれる？その漫画をね、そうそう、漫画だをね。検閲、検閲。終わった。あ、え、京子さんはそう反応するの？京子さん？ハイリ君も男の子なんだね。京子さん、京子さん、そんな、これがエロくない？京子さんって、いや、近頃の男の子すごいのね。おお。京子さんは顔を真っ赤にして部屋を出ていった。すごく純情だった。いただきます。いただきます。うん、今日もカップうどんは美味しいね。チャーハンはなくなったかな。うん、美味しい。おー、美味しいね。かわいいね。でもチャーハン食べたい。そうだよね。俺が上手に作れたらいいんだけど。お兄ちゃん、食べたいものある？食べたいもの、パン。あー、この話か。パンチャーハン。いや、なんでチャーハンに。優雅な音楽を聴きながら、バターの香りが漂うクロワッサン、甘い湯気を立てるコーンポタージュにカプチーノ、デザートはフレッシュなオレンジ。お兄ちゃん、おしゃれ。おお、なんか話がスムーズに進んだね。私もそれ食べたい。おえ、探してみる。探してみるんだ。結局探すの？お料理は私のお仕事だもん。まあそうだっけ。うん。あれ、役割分担の話ってまだしてないっけ。まあじゃあ頼んでみようかな。アイアイサー。アイアイサー。かわいい。7月の31日午前、いますね、田舎道。行ってみましょうか。のどかな田舎道をのんびりと歩いていると、やっぱり泣き声かなこれは。え？聞き覚えのある声、いや、泣き声が道の向こうから聞こえてきた。なんでそんなに？この泣き声は。持ちゲーかな、もはや。え、四季がものすごいスピードで泣きながらこちらに向かってくる。どうしたの？酒をかむってるうちに目の前までやってきた。なんだこれ。もうちょっとスクショ撮っとくか。何この集中線は。そして、あ、そんな気づき方あるかな。直前で急ブレーキ。どうも、ハイリです。よー。お
なんで？どういうこと？たった一言挨拶する間もなく U ターンして走り去る。え？ふむ。さてと、え？あ、いや、さすがに追いかけるでしょう、これは。まあ、追いかけないっていうのも後で見てみましょうか。待てー。俺は四季を追いかける。さすがにこのまま放っておくわけにもいかない。主に俺への風評被害的にも。ああ、まあそうね。そう、ずっと泣いてるね。ああ、本気で走ってるのにどんどん離されていく。え？四季の足が速いのは知ってたけど、ここまでとは。ハイリも体鍛えてるはずなんだけどね。泣いてる女の子を追っかけ回す俺みたいになってる、これ。大丈夫かな、これ。いや、そう、追いつけない。夏の日差しの中の全力疾走で、シャツは汗でぐっしょりだ。肌に張り付いて鬱陶しい。仕方ない。脱ぐのか？おもむろに俺は上着に手をかける。脱げば脱ぐほど早く走れる。あ、早いなぁ、ずっと見てたんだ。破裂音とともに足元の地面が弾けた。そこの露出鏡予備軍。よりによって役場の前で脱ごうとは、いい度胸だ。まあ、確かにね。スピーカーから飲み気の声が聞こえてくる。今すぐ服にかけた手を離せ。脱がない、脱ぎませんから。鉄塔に向かって俺は両手を上げた。行ってよし。あ、行ってよし。行ってよし。はい、行ってきます。そっちの字か。追いつくのこれ、大丈夫？あ、なんか（笑）より一層汚くなってる気がするんだけど、大丈夫？まあ、待ってくれ。なんで追いかけてるんだろう俺。なんで？息一つ乱さないじゃん、シキ。どういうこと？すごくない？泣くって結構体力使うんだけど。お、大丈夫？あ、走っていたシキが突然倒れた。え？え、何かにつまずいたというよりは力を失ったような、そんな倒れ方？大丈夫？熱中症とかありえるんじゃないか、これは。大丈夫か？あ、なんだ。いや、なんだでもないな。危ないか。お腹すいた。普段どこで何してんの、本当に。燃料切れか。昨日は花の蜜しか食べていないんだ。ツツジ？いや、ツツジは咲いてないか、この時期。蜂蜜？日頃もそう。日頃もそう？知らないのかい？あ、全く。赤くて細長い花で、付け根を吸うと蜜が出てくるんだ。これリアルにあるのかな、初めて聞いたけど。ちょっと調べてみるか。失礼しました。日頃もそう、サルビアのことね。はいはいはい、確かに赤い衣。そうね、言われてみればそうだ。これが甘くて美味しいんだぜ。まあそうだとしてもご飯にはならないでしょう。ああ、なんだ、ハイリ知ってるんだ。日頃もそうだって言っているだろう。まあ四季がそう言うならそうするか。多分同じ花みたいです。俺も小学校の頃に学校帰りに吸ったことがある。確かに甘い蜜が。じゃなくて昨日はそれだけ？僕は嘘はつかないぜ。ああ、いや別にそんなね。え、得意げな顔されても何とも言えないんだけど。僕は女王蜂になりたい。え？働き蜂はごめんだよ。ああ、でも女王蜂も大変だと思うよ。もはや何を言ってるのかもよくわからない。そんなに働きたくないんだ。赤毛で働きたくない。なるほど、そういうことか。がこのままにしておくのは良くないということはわかった。
ここからなら食堂より駄菓子屋の方が近いか。駄菓子屋ね。まあ待ってなって、動くなよ絶対に。おいおい、見くびってもらっちゃ困るぜ。な、その自信は何？なんなの？動けないよね、そもそも。僕が動けるとでも思っているのかい？そうだよね。いや、見くびってもないし、そもそも言葉の使い方が根本から間違ってるというか。いらっしゃい。お、おばあちゃん。青はいないんだね。今日も暑いね。そうっすね。かき氷食うかの？いや、今日は別の。そうかの？ああ、そう、うん、すいません。寂しそうな顔をされた。ちょっと罪悪感。そのお腹にたまるようなものってありますかね？そうじゃの、かば焼き様太郎、うん、まい棒、ベイビースター、このあたりかの。なるほどね。まあそれは駄菓子しかないよな。駄菓子屋じゃもの。そうだよね。ですよね。お腹空いとるんかの？まあらしいです。だったら おむすびあたりでどうかの？おむすび？へえ、おばあちゃんはおむすびって言うんだ。おむすびあるんですか？あるよ。ほう、おむすびなら四季も喜ぶだろう。てか待って、四季あの浜辺に放ってきたってこと？さすがに暑くない？暑くないか、大丈夫か？おむすびを2つ、いや腹減ってるから4つください。はいよ。ほい、おむすび6つ。あれ、2を2たす4されたか。これはおむすび。お、生きてる？ああ、生きてるね。よし、ほら、おむすび買ってきたぞ。おむすび、よかったな。差し出した袋を四季がつかむ。おむすび？お？どういうこと？さすがにその感触と重さに違和感を覚えたようだ。いぶかし、違う、おやすみ。いや待て、調べよう。ど忘れした。ちょっと待って、失礼しました。いぶかし見ながら四季が袋の中身を取り出す。せんべい？せんべい？おむすびせんべい袋6袋。まあ、元は同じ米といえば米だけど、その駄菓子屋だからそれしかなかった。まあ一応せんべいだから多少腹にたまるかなと。ハイリ君。お？失礼を承知で言わせてもらうけど、これはおむすびに対する冒涜じゃないかい？まあ冒涜かもしれないけど、ハイリに対しては確かに失礼だよな。まあまあまあ。おむすびをせんべいにしちゃうなんて。いやでもせんべいをおむすびの形にしてるだけ。ああ、そうなの？そういうこと？じゃあこれはせんべいじゃないか。はい、だから最初からそう言ってるだろう。騙された。おむすびだと思ったのにひどいよ。ただ飯ぐらいが何言ってんだ。いいから食べろって。うえ。あ？いただくよ。ああ。でも僕の心はおむすびから揺らぐことはないからね。断固たる決意。いや何を言ってるのか。だけどそんな不動の心は、あ？ハイリ君。これは、これはすごいおむすびだよ。ちょろいな。最初の一口で揺らぎまくった。そっか、地面に正座をして両手でおむすびせんべいを持ってご満悦だ。なるほどね。考え方、概念というものの捉え方だ。お米をすりつぶして固めて焼いて砂糖醤油を塗るなんて、これはそう、おむすびの革命さ。なんでもいいんだね、もうお腹に入れば。よかった。おむすびせんべい、おむすびせんべい、かわいい。僕はこの食べ物を二度と忘れないぜ。そんなに？まあ気に入ってくれたようで何よりかな。あっという間に全部平らげた。はあ、食べた食べた。満足した？大満足だよ。
いいんだ。で、でとは？なんで泣きながら走ってたの？お腹が空いたらさ、うん、走り出しちゃうもんだぞ。なんで無駄にエネルギーを消費させるんだよ。え？だって泣いたらご飯がもらえるじゃないか。え？このブエって何？そのあれどっかにもあったね。あったあった。ブエ。何？鳴き声かなやっぱりこれ。ブエ。ブエ。まあ可愛いからよし。いや普通はねもらえないんだけどね。え？え？だってほら現にこうやって。おむすびせんべいにありつけたぜ。俺が悪いのかな。甘やかしすぎたかなこれは。そう思うよなハイリー。俺もちょっと思ってる。僕はハイリー君、君に感謝してるぜ。だったらさ、そろそろそのお返しとやらをね。というわけで君は命の恩人だ。3回目ね。一般の恩は返さないといけないね。3回溜まってるよね。何でも一つ君の願い事を叶えるぜ。何でも3つぐらいあるよね。もうヘジャブ3回目じゃない、2回目か。これはヘジャブは 2回目だね。ヘジャブ、うん、あのさ、本気で願い事を叶えるつもりなんてないよね。失敬だなハイリ君。なんだその口は。受けた恩は必ず返す、それが僕の信念だぜ。どうするハイリ。あの最初の恩がまだ帰ってきてないんだけど。名前は教えたじゃないか。え、あ、もうそれで返したことになってる。それにそれは2回目の分ね。ひょっとして君はまだ僕を働かそうとしているのかい。まあ一応そうなるのかな。でもこの島に来て数日、ある程度の島のことは分かってきた。確かに、そもそもシキはこの島の住人じゃないわけだから案内してもらえるはずもない。ハイリ君。なに？ボーニー。それは済むと思うなよお前。そろそろ活動エネルギーをたっぷりと蓄えたその声はとても大きかった。ああ、ま、もうちょっと今度は厳しくいくか、ハイリー。どうしよっか。叫びながら走るシキの背中がどんどん小さくなっていく。そうか。返すは返すでも、恩をあだで返すスタイルか。次は見捨ててやる。まあそりゃそうなるよな。というか、全くもって話が進展してる気がしないんだけど、大丈夫これ。さて、もしここで追いかけなかった場合、すごいな、遠ざかっていく鳴き声。やっぱり鳴き声になるんだ。もうそれって泣いてる声じゃないんだね。何があったんだろうな。その理由を知る方法はもうない。でもきっと良かったんだ。無理に追いかけて鬼を連呼されても困る。何よりあいつの足に追いつく自信がない。世間体を考え、俺は小さくなっていくシキの背中を見送った。ハイリ君の鬼。追いかけなくてもそう言うんだ。なんだと。まさかの不意打ち風評被害。不意打ち風評被害か。今から追いかけても間に合うはずもなく、今回の痛みは次への教訓とすることに決めた。お兄ちゃん。お風呂壊れちゃったみたい。ああ。シャワーも出ない？そういえばこの話か。うん。出ない。じゃあ今日は入らなくていいかな。汗かいてるのに汚いよ。まあそれはそうだよな。とはいえ台所で水浴びするわけにもいかないし。銭湯あるよ、行こう。あ、かわいい。普通にかわいい。
なんか姪っ子みたいな感じがする。うん、ちょっと面白そうだ。せっかくだし行ってみるか。お兄ちゃん、マイク。そんな言われたらもう。お兄ちゃん、マイク。バイクの1台や2台出しちゃうぞ。バイクで行くの？後ろ乗ってみたい。うん、そっか。いいけど、どちらかといえばあれは2台だけど。平気平気。まあ、じゃあ行ってみようか。詳しい場所を京子さんに聞いて到着。役場の近くだった。あ、ここに行くまでの話はないんだ。あー、やっぱ混んでる。ぎゅうぎゅうだね。ぎゅうぎゅうだね。お宅もですか。あら、奥さん、急に水が出なくなって。これ結局何だったんだろう。あー、水道の大元がダメになってるか。もしかしたら知った顔が来ているかも。あ、おー、どうも、久しぶりだね。知った顔がいた。シロハは軽くお辞儀して中へ入っていった。俺も軽くお辞儀する。かなり遅れて。恋人？お？まさか。うん、お風呂は気持ちよかったが、やっぱりあちこちの家のお風呂が故障しているらしく、やたらと人が多かった。男の裸に囲まれているのは流れているけど、あまりいいものじゃない。まあ、海ちゃん遅いな。先に帰るわけにもいかないし。お？あ、海ちゃん？ああ。別に普通。律儀に答えてくれるんだよな。じゃないかと。そうだね。行ってしまった。なんで見間違ったんだろう。なんでだよ、本当に。それにしても、湯上がり。あ、湯上がり。なるほどね。はあ。うわ。出てきたんだ。恋人？あれ？いや、だから。まさか、二度目。おはよう。おはよう。おう。あれ？テーブルには何も並んでいない。今日はご飯なし？ふっふっふん。ふっふっふん。お、なんだね。海ちゃんが冷蔵庫を開く。何かを取り出す。どうぞ。目の前に四角いものが並んでいる。パックジュース。どうしたのこれ。お兄ちゃんのリクエスト見つけた。あ、この話か。昨日言ってたよ。昨日、牧場の美味しいコーヒー牛乳。あれ、そんなこと言ってたっけ。カプチーノ。あー、パッケージに書かれてるのか。これはトウモロコシの入った味噌汁。コーンポタージュ。オレンジジュース。フレッシュなオレンジ。果汁 3% で賞味期限ギリギリとなると、クロスさんは。お、あ、焼けた。パン焼いてくれてたんだ。で、なら出てくるのか、クロスさん。どうぞ。おや、ははははは。炭か。焼きすぎた。そっか。さらに言うなら、多分これ元は食パンだね。クロワッサンは見つからなかったの。あ、昨日たくさん探したけどダメだった。探すものか。あ、まあありがとね。食べて。あ、はい、一緒に食べよっか。あ、でも食パンはやめとこっか。かわいい。普通にかわいい。これはでもそうだな。お、8月の1日午前。また田舎道か。行ってみるか。お、四季を見つけた。
道端でこちらに背を向けてうずくまっている。え？さすがにいつもいつも腹をすかせて生き倒れてるわけはないか。でもなんだ？うずくまってるって。変なもんでも食ったか？安心したような、ちょっと残念なような。でも、いつも逃げられるからこれはチャンスかもしれない。四季を捕まえてみよう。ああ、そういう感じ？足音を忍ばせ、そっと四季の背後から近づく。四季は俺の接近にまるで気づいてない様子だ。ん？ふと気づいた。四季の小さな肩が揺れている。泣いてる？え？俺の中のいたずら心がみるみるしぼんでいく。さすがにこの状況では空気を読むべきだな。普通に声かけて事情を聞いてやるとしようか。四季？え、四季？どうかしたの？彼女の肩にそっと手を乗せる。四季がゆっくりとこちらを振り向く。ああ、あ、食事中でしたか。そういうこと？まあ、スクショ取っておいて。葉っぱを食べていた？何食ってんの？キャーああ、喉詰まらせる。お前何を？なんてもん食ってるんだよ。いくら腹すかしてるからってその辺の草食うやつがあるか。畑の野菜を勝手に食べたら、それは泥棒じゃないか。え、あ、まあそれはそうだけど。いや、勝手に食べたらダメだけど、分けてもらうとかさ、というか、どういう生活してるの、本当に。もっと他人を頼れって。働きたくないんだこれ壁紙にしとこっかな。野菜を分けてもらうからには作業のお手伝いをしなければならないじゃないか。そりゃただではね。君が僕に言ったんだぜ。え、働かざる者食うべからずってさ。なんか俺が悪者みたいじゃん。そりゃ言ったけど、僕は働きたくないんだ。断固たる決意。なるほど。絶対に働きたくないんだ。うん、いい声だ。何がお前にそこまで言わせるんだ。だって僕は鬼なんだから。鬼ですら怒るんじゃないかな。そろそろ大丈夫？なんで急に優しい顔になるんだい。だってね。いや、まあいいんだ、もうな。悪かった。鬼はそうだな、働いちゃダメだよな。やめておくれよ。その僕のすべてを心の底から理解しているような顔を。何も悪いことじゃないだろう。そうなんだけど。でもな、鬼だったらなおのこと雑草を食ってちゃダメだろ。せめて肉とかをむさぼり食っててほしい。あ、そっち。まあ、まあそんな状況に出会ったらこっちが逃げ出してしまうだろうけど。おいおい、君だって山菜や野菜を食べるだろ。このおいおいっていうのがいいよね。え、今食べてたのは？カタバミさ。あー、なんか聞いたことあるな。何それ。やれやれ、ハイリ君、無知は罪だぜ。なんか四季にこうやるのもなかなか腹立たしいね。イラッとする。まあそうだよな。こいつさ、クローバーにしか見えないんだけど。え、ちょっと小さいか。葉っぱに白い線がないだろ。へえ、おいしいの？君も食べてみるといいよ。あ、おいしくないんだ。そう言うと四季は手近に生えていた型紙を数本積み俺に差し出した。ほら。いや、でもね、ハイリ君、何事も経験だぜ。じゃあちょっとだけ。半ば強引に渡された型紙を勇気を持って一口食べてみた。どうだい？酸っぱい。ああ、茎が結構しっかりしてる、あの酸っぱいやつか。もしかしてなんか昔食べたことあるかも。その通り、夏を乗り切る野草さ。夏を乗り切る。
そうそうそう、レモンみたいな。意外と悪くないけど、あんまり食べすぎるとお腹壊すって聞くけど大丈夫？二口目言ってみた。悪くないかもしれない。カタバミには毒クラシや下痢止めの効果なんかもあるんだぜ。そうなの？絞り汁は虫刺されにも効くんだ。へー。シキはまた数本の片耳を摘むと、もしゃもしゃと食べ始めた。うん、おいしい。うん、おいしい。さらに数本摘み、また俺に差し出してきた。うん。え、ああ、うん。ありがとう。うん、うん。どうだい？その酸っぱさが癖になるだろう。な、夏を乗り切る田舎の知恵ってやつだな。四季は野草とかに詳しいの？まあ人並みにね。人並み。普通の人はそんなに詳しくないと思うけど。そうなのかい？他に食べられる野草ってどんなのがあるの？お、興味津々だね。まあ、ちょっと面白くなってきた。食べられるものはたくさんあるぜ。ただ生で食べられるのは少ないんだ。あ、アクが強いものが多いんでね。なるほど。でも茹でたり熱を加えると美味しいんだぜ。七草がゆなら君も知っているだろ。ああ、まあまあまあ、なんかそのね俺もハイリーと同じぐらいのレベルだけど。セリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、鈴名、鈴代。すごいな本当に。あ、秋葉、ハギ、オバナ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウ。すごいな。ちなみに秋の七草はお粥として食べないぜ。え、そうなの？ハイリ君、え、常識だよ。なんかクソ負けたな。いや知らないって。やれやれ。ヨモギやタンポポ、毒ダミならどうだい？なんだよこの顔なんで俺が試されてるみたいになってるのこれ。おかしいな。まあ俺もそれぐらいなら知ってるけど、ヨモギ餅とか好きだね。うん、美味しい。団子とかもいいね。ヨモギは餅草とも呼ばれているね。へえ。タンポポは花を食べる。花？花だけでなく茎や葉だって食べられるんだぜ。らしいね。すね。毒ダミやお茶とは聞くけど。香草としても使えるし、毒くだしとしても有能さ。毒ダミという名前がいかにも恐ろしげだけど、毒はないんだぜ。毒ダミ、ダミ、なるほど。本当に詳しいんだな。これくらいは常識さ。まあでも、かわいい。かわいいんだよな。なんだと？お、この場合は知ってるお前がすごいんだよ。え、僕すごいの？そう、すごい。自慢していい知識だと思うぞ。名前が四季だけにかい？うまい。なるほどね。いい具合に増長したな。で、この辺には他に食べられそうなものってあるの？そうだね。あ、ほら、大箱。大箱。名前は聞いたことあるね。向こうにはシソも生えてるぜ。おお。それから。かわいい。へえ。なんだろう。ねねね、そうそうそう、今日はやけに四季と言葉を交わしている気がする。そうそうそう、本当にそう。やっとね、なんか話ができる気がする。こんなにたくさん話をするのは初めてかもしれない。本当にね。いつもなら逃げられることがほとんどだったような。変なやつだと思っていたが、ちゃんと話してみると意外と、いや、野草に詳しい14歳ってのもそれはそれでやっぱり少し変わってるのかもしれない。そっか、14歳か。だけど他に食べられる野草といえば、だけど、どうした？ハイリ、ハイリ君どうしたんだい？ねえ、どうしたの？ん？内股になって震えてるぜ。え？あー、やっぱりそりゃそうだよな。そっか、四季は普段食べてるから平気なのか。カタバミって本当に食べてもよかったものなのか。やっぱりカタバミそうだよね。なんかそういう話聞いたことあるけど。問題ないさ。
なからず毒性が含まれているから食べ過ぎには注意だけど。そうだよね。てか基本植物ってもう毒があるって思った方がいいんだよね。食べ物、あの野菜以外は、野菜ってか普段食べてるもの以外はね。え、あ、俺の腹が鳴ってる。あ、ううやばいやばいやばい、こんな道端で。片ばみは下痢止めって言ってたじゃないか。むしろ、あ、ダメ。まさかあの程度の量でお腹を下したのかい。普段食ってるものは違うんだって。都会の人間には耐性がなかった。なんか俺もお腹痛くなってきた。ちょっと待って、ハイリ君、あっちにフキの葉があったぜ。え、腹痛止めてくれるの、フキ。え、まさか。お尻を拭くのが適してるね。ちょっと待って、え、シキ、お前まさか。いや、ごめん、なんでもない、やめとこう、さすがにやめよう。そうか、あー、あ、ハイリ君。え、ここから一番近いだろう民家を目指して。ああ、なるほどね、さすがにそこはね、尊厳がね。え、あ、終わった。そんな終わり方ある。あ、そう、なるほどね、なるほどね。